ドーソンのシュークリームです。ビースコップのシュークリームです。セブンイレブンのシュークリームです。ファミリーマートのシュークリームです。はい、トッキーです。はい、皆さん、早速ですが、スイーツはお好きでしょうか？僕はね、20代の頃はね、めちゃめちゃ、スイーツを食べてたんですけど、最近40代になって、なかなかね、食べる機会が減ってきて、でも、たまたまコンビニに行った時に、たまたまプリンかなんか食べたらめちゃくちゃうまかったんですね。そのプリン食べた時に、じゃあ今回、これ、コンビニで売ってる、もので、まあ、食べ比べしてみたいなっていうことで、今回の企画を考えてみました。今日はたまたま20歳の子もいるんで、一緒に食べてみたいなと思ってます。お互いで食べてみてどんな感じなのかとか感触だったりとかどんな風なのかっていうのをまあレビューできたら面白いなと思うのでぜひちょっと一緒に食べてもらおうかなと思ってます。お願いします。伊藤です。めちゃめちゃ若い20歳ダブルスコア、お父さんと子供みたいな。それぐらいの差があります。これちょっとじゃあ開けてせっかくなんでね食べてみたいと思います。ローソンのシュークリームです。伊藤くん、綺麗に切れるかチャレンジ。お、さすが。どうですか？お、いいね。どうですか？めちゃめちゃ綺麗に切れてるやん。あ、これ中身こんな感じですね。2層になってます。はい、じゃあ食べますか。はい。どうですか？甘い。なんだろうな、これクリームのこんなレポートしたことないの。ちょっと待って、もう一口食べていい？カスタードとこのクリームがちょうど一緒に食べると甘さもよく、程よく1個目なんでレビューしにくいかもしれませんが美味しいです。甘いの得意じゃないんですよ、カスタード。生クリーム系、うん、でカスタードあるからまだ全然食べれますね。クリームたっぷり濃厚カスタードシュです。じゃん、ちょっとちっちゃい。さっきよりもちっちゃいですね。一回りぐらい。どれぐらいちっちゃい？だいぶちっちゃい。だいぶちっちゃいね。またじゃあちょっと切ってもらって、綺麗に切れるかチャレンジ。何のチャレンジですか？いりますこれ。なんか。あれなんかさっきより切れがどう切った感じ、なんか切ったか厚いような気がしますね、この皮の部分が。本当はね、今回あでもなんかさっきのが空洞あったけどこれはもう空洞ないですね。びっしりですね。びっしりだよ。めちゃくちゃ入ってる。だいぶ甘く感じますね、カスタードだけなので。ああ、さっきよりもだいぶ甘い。はい。本当に。うわ、めっちゃ出てきた。カスタードピーマン、卵感が強いというか、甘いんですけど、まあなんか、ちょっとくどいな。ちょっと、あ、でも食べやすいよ、食べやすいよね。本当にレビュー難しい。ミニストップの大きなダブルシュー、これですね。ダブルシュー。何ですか？あ、同じです。さっきのやつ。切れるチャンス。切れるチャンス。切れるチャンス。何だっけよ。切れるかチャレンジ。切れるかチャレンジ。そう。切れるかチャレンジ。いきますね。お。めっちゃ柔らかい。柔らかい。やばい。お、先ほどと同じ2層ですね、これ。そうですね。あとなんか。てってれーん。蝶々みたいな形になった。さっきと違って、そうだね、真ん中に。そうですね。これ俺の目みたいな感じになってる。大丈夫。こんな感じですね。
さっきよりも甘いね。甘いんですか。一番甘いね。なんか一番甘い。ホイップがですか。ホイップとこのカスタード風、カスタードもだいぶ甘い、ね。20代の感じは違うかもしれない。それは甘くね、なるかもしれないけど。でも同じ感じ。甘い。三つとも甘い。セブンイレブンの釜焼きシュートロ生カスタードっていう、僕一番これ見た目好きですね。あ、見た目硬い。硬めの方が好き。硬めの方が好き。シュークリームは、はい、あと、うん、粉砂糖。粉砂糖はね、食べた時のサクサク感どんなものなのかっていうかね、ちょっと開けてみよう。入れるかチャレンジ。はい。今のところ成功してる。今成功してるね。これも硬いで多分成功するんじゃない。これ一番難しい。あ、これめっちゃ難しいです。あ、これ一回よ、これ。あ、切れるかしらで30点くらいか。静かに。あ、これすごいな。じゃじゃん。失敗した。切れるかしらで失敗です。勝手に始まって。勝手に。2個目のあれと同じタイプじゃないですか。うん。この粉砂糖が先生だいぶ変わる。変わらなかった。一緒です。これでもちょっとトロトロしてるね。あの2つ目はちょっと固めの感じだったりする。4つね、食べ比べてみたんだけど、これとこれは分かる。あの、これとこれに大差はないし、これとこれも大差はない。これとこれだったら分かるかなぐらいで、味噌か一層かっていうところで、それ以外はまあ、あまり分かりづらかったかなという部分はあるにせよ、どれか一つ選ぶとしたら、先いいですか。いいよ。僕はこれです。あ、なるほど。実装のね、セブンイレブン。セブンイレブンです。でやっぱ見た目一番好きなんですね。見た目が、見た目、見た目重視。見た目重視で、まあやっぱカリカリっぽいじゃないですか、うん、で粉砂糖かかってて、あとあんまちっちゃくなった、大きくなくて食べやすそうだな。うん、ちょうどね。僕はね、ミニストップが好きなんでミニストップにしました。シンプルに。そう。これでした。本日はちょっと固めの、シュークリームの、中のカスタードで、まあそれで一層の方がいいかなっていう感じがしました。くどいって感じかね。もう2個目ですでにもう食うてくどかっただけで、実際はこれが一番良かったんちゃうかなと思います。で、あとはもうシュークリームは皮が命っていうことが分かりました。クリームではなく、クリームではなく、クリームは大差ないんちゃうかな。そんなに。はい、今回の、シュークリームいかがだったでしょうか。コンビニでね、スイーツを買うときにね、迷ったら参考にしてみてください。やってほしいスイーツあったらぜひね、またね、コメントもらえればなと思います。ツイッターとね、インスタグラムのフォローをお願いします。まあ僕全然最近やってないですよね。言ってないんですけど、まあちょっとちゃんと頑張ってやろうかなと思ってるので、ぜひフォローしてください。トピオモのね、チャンネルも、これからまた1年いろいろと新しいことやっていくので、ぜひチャンネル登録してもらえればと思います。今年はなんとか1000人頑張っていきますんで、ついに行ったらみんなでお祝いしましょう。やった。はい、この動画は僕がやってるレンタル撮影スタジオのスタジオトキで撮っています。ぜひね、そちらの方も、ホームページの方を見て検索してもらえればと思います。概要欄に貼ってあるのでよろしくお願いいたします。噛んじゃダメよ。ということで、じゃあまた来週、皆さん見てください。バイバーイ。